宮城県石巻市。震災から4年が経ちました。石巻日々新聞の熊谷記者、取材中に津波に流され九死一生の瀬戸際から助かりました。全力疾走って感じですね。周りの変化が早すぎて世の中の流れに追いつくのがいっぱいいっぱいって感じです。地元の記者は今何を伝えたいのでしょうか。石巻日々新聞の熊谷俊勝記者です。復興に向けた現状を伺いました。震災から4年目を迎えるんですが、ようやくその最も安全な街づくりに大事だと言われている防潮堤の工事とかがようやく始まったところです。2011年3月11日、地震が起きた時、熊谷さんは東松島市で取材中でした。震度6強、直ちに市役所とその周辺を取材します。この後、津波の取材のため石巻市との境にある城川大橋に向かいます。橋の手前で地震で道路が割れ、大型車が立ち往生していたのです。その写真を撮影中、津波が濁流となって流れ込んできました。行って水来て、で振り返って、熊谷さんはとっさに脇にあったフェンスに上がりました。一番高い部分につかまりながらシャッターを押しました。これがその時の写真です。しかしすぐに津波が腰の高さまで来て数百メートル流されてしまいました。河口に流されては助からないと思った時、横倒しの船が流されてきました。この船です。熊谷さんはこの船に登って救助を待ちました。もっと平らでした。熊谷さんは翌朝ヘリコプターに救助され、石巻赤十字病院に収容されました。中はまさに野戦病院といった感じでした。翌日退院できました。すぐに現場に復帰、これまで全力で取材に取り組んできました。震災から4年が経過、熊谷さんは今復興に向けて気になることがあると言います。気がかりなのは、やっぱり人口減少ですね。私もまだ独身なんですが、圧倒的に20代から30代の女性が少なくなっておりまして、その理由っていうのはやっぱり仕事がないっていうところだと思うんですよね。割と高校生なんかは、その地元に職を求めてるんですけども、希望している職種が見つからないというような状況で、だんだん外に離れていってるような状況です。はい、やっぱり人口増加が大事かなと思います。熊谷さんは震災で見た大型船が橋に激突する映画のような光景を忘れられません。震災で津波に流された九死一生の体験を思うと、この4年間辛いことは何もなかったと言います。しかし命の大切さだけは強く感じるようになりました。最近は特にイスラム国の事件があってから思うんですが、やっぱりジャーナリストっていうのは命があってこそかなと、生き残って伝えてっていうのがなんぼかなと、大事だと思います。今被災地に一番必要なことは何ですか。そうですね、やっぱりよその人からだと、被災地を忘れずに温かく見守ってくれてることかなと思います。石巻市は災害に強い町づくりを目指して産業・経済の再生に取り組んでいます。